回の動画は小田急線型の6両編成1255編成を紹介します。1255編成は未更新車です。車内に入ります。他の線型未更新車と特に変わったところはありません。しかしこの1255編成は近いうちに運用を離脱する可能性が高くなっています。図のように10両編成への組み替えとリニューアルが予想されます。すでに1055編成のクラ1155号車が廃車となっています。また1081編成のサハと1055編成の新宿より3両はすでにリニューアル工事が行われているものと思われます。このリニューアルと編成組み替えは同じ番号同士の編成で行われることが予想されます。そのため1255編成が運用を離脱する可能性が高くなっています。新宿寄りのクハ1255号車は廃車となる可能性が高くなっています。新型未更新車自体、廃車が進み、貴重な存在となっています。列車は多摩線の各駅停車唐木田行きの列車です。新百合ヶ丘駅を発車していきます。廃車となる可能性が高くなっている1255号車の車内の様子です。線型自体まだまだ使える車両なだけに廃車は少しもったいない気もします。
以上、1255編成の紹介でした。リニューアル対象となる車両は1255編成ではない可能性もあります。しかし、小田急では同じ番号同士の車両で編成を組むことが非常に多いため、1255編成はやはりリニューアルされる可能性が高いと言えます。動画は以上となります。ここまでご覧いただきありがとうございました。